私は奏、体育の授業の真っ最中。そしてここは日本一のお金持ち学校、ソプラノ学園。とは言いつつ、私は超貧乏。だから今日も玉の輿狙って頑張るぞ。ちょっと何ちんたら走ってるのよ、貧乏人。どいて。もうすぐ少年団様たちが走るの。あっち行って。二人はソプラノ少年団親衛隊のラムちゃんとエリカちゃん。ソプラノ少年団とは学園のイケメンお金持ち集団のことぷに。こら、そこサボるんじゃない。ごめんなさい。たく、そんなんだからいつまで経ってもパッとしないんだ。久保先生は私たちの体育の先生。厳しくて正直ちょっと苦手。久保先生には少し困ってることがある。それは美人に対して悲劇がすごいことだ。ラムちゃんとエリカちゃんはいいんですか？黙れ。さてお前、美人に対してやっかみをかけてるな。顔だけじゃなくて性格も神器臭いやつだな。くっ、地味女の知った醜いものだな。それに比べて二人は今日も美しい。私は完璧なの。それより気安く触らないでくださる？エリカに同意だわ。ま、待遇は悪くないけど。そんなの不公平ですよ先生。なんだかなで、また貧乏なことからかわれてるのか？アルト君。アルト君はソプラノ少年団の俺様系リーダー。奏が超貧乏でダサいのは今に始まったことじゃねえし、あんまり気にすんなよ。成田君はふんわり王子様キャラ。奏ちゃんお疲れ様。それとアルト、それフォローになってないよ。ハードボイルドカイリ君は熱い男って感じだ。舐められないようにすればいいだけの話だ。キングオブマネーのカジノ君は何でもお金で解決するタイプ。イケメンでお金もあるボークには奏ちゃんの悩みはわからないや。別に好きで貧乏なわけじゃないよ。お前が金持ちで美人なら特別扱いしてやったのにな。私はまだ未成年で、お金のことも顔もそう簡単には変えられないのにひどいです。俺に特別扱いされたかったら努力して出直してこい。とりあえずお前らランニング追加ね。さっさと走れ。なんて人、信じられない。金持ち学校に通う奴らなんて甘やかされた世間知らずばっかりだからな。教師の権力でねじ伏せておけば俺の言いなりになって何でも言うこと聞いちゃうからだに。ちょっと怒鳴ればビビるし、高校教師もちょろいもんだ。休憩時間。なんだかなで、ため息なんてついてたら貧乏がもっと貧乏になるぞ。もうからかうのはやめて。私は真剣に悩んでるんだから。悩み？俺ら少年団で聞いてやってもいいぜ。だったら体育をなくしてほしいよ。久保先生厳しくて筋肉痛がひどいんだ。おい、冗談言ってないで、次の移動教室の準備をしろよお前ら。冗談なんかじゃないよ、私は真剣だよ。分かったって。じゃ、俺らは先に移動するからな。奏ちゃん早くしないと遅刻になっちゃうよ。私は真剣に悩んでるのに。帰宅後。こんなんで元気ないじゃない。はっ、毎日ご飯がもやしだからとうとう不満が。別にそんなんじゃないよ、私はもやし好きだし。実は学校で体育の先生が厳しくって筋肉痛なんだ。そうなの？あんまりにひどいならお母さん言ってあげようか。ううん、いいよ、そんなことしたらどうなるか。それに聞いてくれるかも怪しい。もっと私に体力があったら解決する話なんだけど。だったらお母さんが協力するわ。すぐこれを切るのよ。ん？さあ行くわよ奏で。体力をつけるには特売あるのみ。確かに特売は体力も精神力も鍛えられる。私頑張るよお母さん。数時間後。さすがかなで、私の自慢の娘。食卓もウハウハ、体力も十分にあるわ。はあ、いい運動になったね。頑張った甲斐があるよ。ちょっとは元気出た。もっと元気を出すためには好きなものをしっかり食べて、明日も玉の輿目指して邁進するのよ。私今日みたいに明日のダンステストも頑張る。その気よくなで。
でもまた悩んだらすぐ私に言うのよ。ありがとう、お母さん。学校みんな、今日は絶対成功させるよ。これで私たちも体育の成績がもらえるはず。そうだね、この日のためにみっちり練習して衣装まで用意したもの。おい、かなで、元気になったのか。あ、アルト君、もちろん今日は気合を入れてきたからね。たかが体育の授業にそこまで気合い入れることか。ま、かなでらしいけどな。なんだお前ら、そんな格好して俺に媚び売ってるのか。今日のテストを完璧にするためユニフォームを作りました。練習もいっぱいしましたよ。は、なんだそれ、そんなことで点数稼ぎか、陰キャども。そんな格好したところで美人じゃないなら意味がねえだろ。花がねえな。そんな言い方ひどいですよ。私たちは真剣に頑張ってるのに。うるせえ、お前らは分かってねえな。芋臭い奴らがそんなことをしたって点数が稼げるわけねえだろ。ひどい、私たちのパフォーマンスを見る前にそんなことを言うなんて。おい、そんな言い方はないだろ。奏たちは努力してるのに。はいはい、まあせいぜい頑張ることでね。結局この日も私たちの点数は良くなかった。努力を嘲笑われて悔しくてたまらない。私はそんな久保先生の態度に限界が来てしまった。今日は持久走だ、倒れるまで走るよ。拒否するわ、どうにかして成績つけなさいよ。仕方ないな、エリカは頑張っているから運動場一周でいいよ。あら、日頃の行いね。そんなのはおかしいですよ。いくらなんでもエコひいきが過ぎます。なんだと、認められたかったら努力しろ。文句ではありません、生徒は平等に扱うべきです。あと、この際だから言わせてもらいますが、いつも動画もやめてください。うるせえ、これはお前たちの今後の成長のために必要なんだ。プライバシーの侵害なので訴えますよ。訴えるだと、生聞きやがって。そう思ってるのは私だけじゃありません、みんなの意見です。そうだそうだ、この時は少しすっきりしたんだけど。くそ、やってられるか。俺に反発したらどうなるか思い知らせてやる。これがきっかけでまさかあんなことになるなんて。それは翌日に起こった。久保先生が危機として教室にやってきたので正直嫌な予感がした。おい、話を聞け。今日の体育の授業はプールに変更だ。え、そんな急に。先生、水着はどうするんですか。今日も持久走だと思って体操着しか。そのことは俺に任せる、すでに手配してある。これだ。これはちょっと、私たちにそんな貧乏臭いボロの布切れを着せるわけ。私も反対です。変更理由はあるんですか。そう言うと思って、お前たちにはこれを用意してある。これってビキニじゃない。こんなの着ていたら授業になりませんわ。用意したんだ、感謝しろ。だからってこんなの。ちなみに貧乏くさい陰キャどもは問答無用で、このボロ切れだ。おい、カナデ、お前はこれだ。お前みたいに貧乏人にはお似合いだろう。そんな、こんなのすぐ破れちゃう。私弁償できないのに。うるせえ、いらないのか。俺はそれでも構わないが。そうだ、授業に参加しなかったやつ、もれなく留年だからな。お前らの考えることなんて手に取るようにわかるんだよ。じゃ、楽しみに待ってるからな。どこまで生徒をバカにしたら気が済むの。他に文句があるやついるか。ま、成績が欲しけりゃ従え。生意気なガキどもにみっちり指導してやる。じゃあな、先に言ってるからな。ありえない、こんなの絶対横暴だよ。でも従うしか、留年は困るし、そんなお金もない。どうすれば。嫌だったら出なければいいだろう。留年だって言っても本当かどうか。アルト君、それにみんな、もう遅刻だよ。で、いつものことか。今日は理由があったんだって。あと、話は聞いてたぜ。なんて人だ、さすがに同行してるものがあるよね。パパに言って学校から追い出してもらう。そもそも、あんな奴に従う必要があるのか。カイリの言う通りだ。
あんな奴に付き合ってやる必要はないだろう。私はアルト君と違うの。はあ、お金にも余裕がないし、人生一度きりのチャンスかもしれないから、留年なんてできない。おい、落ち着けよ。そう思い詰めなくても。真面目に取り合ってくれないんだったら放っておいてよ。おい待て、バグ怒るなよ。俺だってバカにしに来たわけじゃないし。何？まだ何かあるの？だから奏が悩んでたから、俺が何とかしてやろうと思ってたな。何とかってどうするの？私は待ってられないよ。留年がかかってるんだから。分かってる。ちょっと計画を早めればいいだけの話だ。だから奏はいつも通り振る舞えよ。アルト君、どういうこと？プルサイド。さっさとあいつら来ねえかな。動画撮影の準備もできてるってのに。登録せにしても、カナダのやついい気味だ。生意気なことを言うからこうなるんだよ。ま、あいつもそこそこいい体してるからな、楽しみだな。それにしても遅いな。ちっ、さっさとしゃってんだ。先生、この布安っぽくてかなわないわ。センスも最悪。もっといいものはなかったの？うわ、いいね。文句言うなよ、似合ってんじゃねえか。ちょっと先生、プールで動画はさすがにやめてください。そうですわ、お下品な顔もやめてくださらない？吐き気がするわ。だからこれはお前たちの成長に必要なことだって言ってんだろ。ちょっと我慢しろ。というか、まだ全員揃わないのか。だらだらしやがって。奏は来ないんじゃないかしら。いなかったし。まさか、あいつ貧乏だから留年なんてできないだろう。仕方ねえ、俺が見てきてやる。先生、さすがに更衣室に入るのは反対よ。黙れ。はい、さっさと出てこい。出てこないなら中に入るぞ。今着替え始めました。待ってください。なんだと？遅い、何してたんだ。もうみんな集まってんだぞ。わかってます、すぐですから。ちっ、もったいぶりやがって。さっさとしろっての。それか、本気で覗いてやろっかな。今なら大義名分があるし問題ないよね。おっせえな、もう入るぞ。いいな、俺は警告したからな。後で文句言うなよ。もうちょっと、あとこれをつけて。何か小細工でもしてるのか。俺の渡した指定の水着以外は認めないぞ。先生、あまりそちらに近づくのは良くないと思いますよ。そうですよ、覗きと勘違いされては先生が困るのでは。覗きだと？ふざけるな。俺は授業時間を遅らせている不良生徒に指導しているだけだ。教師にそんな生意気な態度を取るんじゃない。調子に乗りやがって。そんなつもりはないけれど。そうよ、それに教師だからって何をしてもいいってわけでもありませんことよ。そうよ、いくらなんでもやりすぎだわ。こんな水着まで用意して着せて。私たちがこれを意見書として出せば、あなただって教師でいられるかどうか。俺を脅してるのか。これだから最近の子供は、お前らみたいな甘やかされて育ったクソガキの言葉に誰が耳を貸すかよ。はあ、私たちをバカにする気？俺はお前らなんて怖くない。なんて言ったって、俺の方が信頼があるからな。俺の今まで培ってきた地位をてめえらごときに奪えるかよ。なんですって、本気？当然だろ、お前らこそ親に報告されたくなかったらおとなしく従え。お前らが今までにどれだけ俺の授業をサボったか、親はどっちを信じるかな。俺に媚びないからこうなるんだ。いいから黙っとけよ。おい奏、入るからな。いいですよ、準備万端ですから。はあ、なんだその格好。もうお前、俺の渡した水着はどうしたんだ。あれはちゃんとあります。だったらどうして。私、先生もご存知の通り超貧乏なんです。だからあの水着を着て泳いで破損した場合、弁償できないんです。だからこうして母に連絡して愛用のウェットスーツを持ってきてもらいました。カナデガンバー。何を勝手なことを。みんな俺の指定の水着を着ているのに許せるわけがない。それで泳げるとでも。大丈夫です、このスーツでカキとかサザエとか取りに行ってますから。先生知ってますか、カキとサザエは自分で取るとタダです。でも許可がいるだろ、勝手に取っていいもんじゃないはずだ。嘘つきやがって。嘘じゃありません、ママさんに教えてもらって許可を取ってます。とにかく指定の水着じゃないと授業に参加することは許せん。今すぐ着替えろ。今回だけはお願いします、
弁償は勘弁してください。家計がかかってるんです。お前だけ特別な許可なんてできない。そう言うと思って、他にも私に賛同してくれる人を集めました。は？どういうことだ先生。私たちも弁償はしたくないので、親に頼んで持ってきてもらいました。規則ではスクール水着と泳げる服となっているので問題ありませんよね。お前たち揃いも揃って弱小許さん。俺の言うことに。おい久保先生、あんたいい加減にしろよ。少年団どうしてここに。なあ今度はなんだ、少年団までお出ましか。一体何だってんだよ。久保先生、これについてちょっと話を聞かせてもらおうか。それはそれをどこで見つけたんだ。アルト君、それって何。これは更衣室に仕掛けられていた小型カメラだ。違うデートラメだ。それを返せ。お待ちなさい。それ以上少年団様に近づいたら私たちが許しませんわよ。この最低な男が少年団様たちに触れるなんて許されるわけがない。お前ら往生際が悪いぜ先生。ま、もうとっくに校長先生に知らせてるけどね。覚悟は決まった先生。ちくしょう。その後久保先生は校長室に呼び出されて学校を辞めさせられた。噂では塀の向こうへ行ったとか。アルト君ありがとう。怒ってごめんね。それとありがとう。当然だろ、俺様にできないことなんてない。それにあんな水着着てるとこ他のことに見られたくないしな。それにアルト君、ウェットスーツの着用許可ももらえたよ。だからってお前。ほら奏太さん、プール以外での着用は禁止してます。着替えなさい。はーい。今回もすごくアルト君に助けられた。いつか恩返しができたらいいな。カナデです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。カナデは本当にアマさんみたいなことをしてるのか。アマさんみたいっていうかほぼほぼ一緒だね。あ、でも自分が食べる分しか取らないよ。貧乏人はみんなこうなのか。そんなはずないくに。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくな。また次の動画で会おうぜ。